ニュースポスト7です。3月いっぱいで中京テレビを退社し、フリーになる磯貝花アナに注目が集まっています。女子アナウォッチャーの丸山大二郎氏によると、全国の女子アナの中でもトップクラスの再演ですとのこと。磯貝アナは東京大学工学部を卒業した理系女、高校1年生の時には合格率 5% と言われている気象予報士の資格を取得しています。フリー転身後は鷲見玲奈アナや川田博美アナなどが在籍するセントフォースに所属するようですが、丸山氏はこうしたそうそうたる先輩から見ても無視できない存在になるだろうと分析しています。ニュースポスト7。